ほんなら、もうロジャーライブ行こう。こいつら、ちょっと待って、やばいって、やばいよ、ネロシンチャンネル。いや、オープニングトークハーモニカで言うな。鼻息消えちゃうねん。はい、まいりましょう。何や、今日はですね、ちょっとシェイク真剣な話ですよ。僕は何や、言わせてもらっていいですか。おう、お店作ったじゃないですか。前回の動画で多分バーン出たと思いますよ。出た、秘密基地できたよ。ほら、ああ、はい、これ見てもらったら分かるんですけどね、ああ、この後ろのね、景色、ああ、この機材とかね、うん、いっぱいあるじゃないですか。ある。そして店のね、人件費もろもろ。なんでそんな動画の冒頭からそんな細かい話して。じゃあこれ大事やから、もうみんなにも聞いてもらおう思って。細かいのは目だけにしてくれ。いや、細かいけど、28年間細かいけど、この店やり始めて余計細かなったわ。違います、店の経費が結構かかってるんですよ。そうでしょ。とんでもないことになってる。とんでもないことになってるじゃないですか。これ多分しんくんね、自覚症状あると思うんすけどね。自覚症状、いや、自覚症状あると思います。自覚症状だったっけ。皮膚とかごっついしてるじゃないですか。うん。で、僕後で知ったんですけど、その子供食堂とかね、ユニセフ、あれマンスリー契約したでしょ。あれマンスリー契約って何なんですか、あれ。だから毎月定額の寄付をする。言うたら子供食堂やったらまあ5000円とか、はい、ユニセフも毎月5000円が、まあ、年間大体どれぐらい。いや、年間で言ったら12万円。だから僕もね、なんかそれはこう、なんて言うんですかね、言いづらい、非常に。だっていいことしてますもん。いいことしてるから、それをやめなさいとは強く言えないですけど、うん、もうとにかく店の経費もかかるし、まあ、しんくんが寄付もめっちゃするし、児童施設にも寄付してるじゃないですか。そう、今度も行くね。もうあの、だからある分全部使ってるでしょ、うん、困りますという話です。そういう動画です、これは。どんなええやん、ほんならきついってことか。そう、あの要点今全部まとめましたね。ほんならもう路上ライブ行こう。じゃあ、まあ、そうなるよな。ここでもライブしてるんやろ、はい、でそれでも足りひんやろ。そうです。今路上ライブ行ったんやろ。まあまあ、ライブの回数を増やすっていうことになるんですかね。そう。いや、まあ今から行こう。今から行こう。あ、今から行くんですか。行く。この後歌うんですよ、ここでしんくん。いやいや、店を開く前に路上でも稼いで、はい、で、俺が馬車馬のように働いたらいい。なんか、僕がすごい悪いやつみたいな。馬車馬のようにさ、うんうん、マネージャーがすごい悪いやつみたいになりますやん。俺も目細なっていったんやろって。いや、ちゃい行こうや、ほんまに。じゃあ行きますか。俺がもう目に物見したろわ。ありがとうございます。だいたいシンクこれ言う時なんか奇跡起きますからね。投げ銭がもうガッサガサガッおうか、おう、入るぞ。めちゃめちゃハードル上げるやん。ちょっとあの、ほな、エコ系やってもらって、うん、はい、やってもらっていいですかね。いや、まだ言わへんの。あ、まだ言わへんのかい。じゃあ行くで、世界最速のほな、エコ。ああ、ありがとうございます。行くで、はい。はい、早いなー。30万人。今日何曜日？木曜日で、はい、しかも雨降ってきてるからな、今。そうなんですよ。ほんで、どんどん夜になにつれて大雨らしいぞ。そうなんですよ。でも路上ライブするんやろ。そうです。ちょっと待ってくれ、商店街全然人おれへんやん。やばいってこれ。この商店街って結局そのスナックの通りなんで。えぐいって。なんでや。お、どうしました。電源使え、ずっと充電してた。機材トラブル、壊れました。どうしよう。マジっすか。それ買ったばっかしですよ。充電ができてないだけだと信じたい。もうしゃあない、山本でやるか。マジっすか。ほな、行こけ。めちゃくちゃ本格的に雨降ってきたよ、見て。人がおらん。ここで逆にたった一人でも立ち止まってくれたらやばいよ。そうですね、奇跡ですよ。なんか原点。あ、こんにちは。もう立ち止まってくれた。よかったら、なんかリクエストないですかね。いや、選挙ポスター。つぼみの葉まじる花もどうしてまた大人になった。こんにちは。もういいか。なんかリクエストよかったらどうですか。なんか、はい、リクエスト。もう奇跡を受けたぞ。奇跡を受けた。誰が好きですか、歌詞は。こんにちは。こんにちは。アティスさんやん。ブンブンアティスさん。
マジっすか。ちょっと待って、やばいって。すげえ異常だ。やばいっすね。僕いつも見てるんですよ。論文じゃなくて論文の方ですよね。論文の方、この前のアテスタンですよね。やば、一瞬マジで本物かなと思った。ただめちゃくちゃそっくり。でなんか一緒に歌いませんよかったら。いいっすか。僕めっちゃ見てて TikTok とか。めっちゃうまいんですよ。で、はい、え、いいっすか。やばっ。持ってんだろ俺。みそもさんの時もこんな感じでしたよね。みそもさんの時とか。ひなたまだ仕込んでたんじゃない。仕込んでない仕込んでない。まだ仕込んでない。あつしさんが言うたらほんまみたいになる。エグいて。じゃあ僕ね、あつしさんが歌う曲でチャランキューのギターずるい女。ちょっと生生生で生で今日マイク持ってもらっていいですか。繋がってないです。繋がってんけど持ってますね。30万人ほないこけ。ビッグウェイやばい。やばい。これほんまにでも、淳さん来てくれたから、はいはい、すごい人だかりですよ。すごい人だから雨やから、雨やからな。ほんまや。雨やな。やばい。なんかリクエストあります？小袋の桜どうですか？小袋の桜なんかわかりますよ。わかります、はい、なんかちょっと2人でやりましょう。僕もハモっていいですか？あ、もちろんです、もちろんです。じゃあもう締める歌ってください。わかりました。僕も頑張ってハモります。 OK です。桜の花びら散るたびに届かぬ涙と笑顔に消されてく。そしてまた大人になった。失くさないで君の中に桜。ちょっと待って、投げ銭今入ってる。ほんとだね。本当にありがとうございます。いいタイミングで入れてくださって、今日初のありがとうございました。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。最高。路上ライブっていうのはね、ほんまに厳しいね。本当ですよね。やっぱ初心を思い出しますわ。はい、立ち止まってくれてね、ありがとうございます。うわ、舐めてくれるんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。来ました。ありがとうございます。持ち歌ほな行こけ。じゃあ、はい、僕なりに路上という言葉を使わずに路上を表現した曲です。歌ってみたいと思います。はい、そこには何もなかった、でもそこに全てがあった。オンザロード。目的地なんか決めずに行こうや。未来で悩むなら今を生きや。つまずいたのは踏み出したから。たとえ迷っても思い出になる。自販機の明かりで話した僕らの日常は非日常になる。よかったら今の歌に歌詞つけて。あ、投げ銭くれた。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。すごい。大玉や、大玉。ありがとうございます。すげえな。フラットよくてよかったね。あれだったらもう今日僕のお店あるんですけど、そこで歌ってもらえないですか。これ急やな。いいの。いい。多分よかったら歌ってくれません。いいですか、今日ライブ。マジで急遽。いいですか。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとじゃあ行きますか。いいですか。ちょっとおもてなしさせてもらいます。いいですか、はい、ありがとうございます。せーの、ほな行こけ。30万人ほな行こけ。はい、ということで秘密基地になんとロン・フー・アツシさんが来てくれました。いや
ありがとうございます。本当にたまたまフラッとやっただけなんですよ。ほんまにありがとうございます。いや嬉しいっすね、マジで。今日ここで歌ってください、ね、歌っていいんですか。あ、今日の今日なんや。だいぶ無茶ぶり言うてるけどな。いや本当ありがたいですね。僕ほんと来たかったんで。ほんますか。動画も見てたから、うわここでやってみたいなみたいな。逆に僕がもうめっちゃ見てましたよ。本物やと思って最初ロンブラツさんってこんな歌うまいんやってびっくりして、よく見てたらロンフーやそこを結構間違う人多くて、はい、だから何々フーみたいなのがかかってますもんね。そういうことなんですよ。だから僕結構この名前あのやったったな思ってる。やってますねロンフーフーね。じゃあ、うん、さっきちょっとね、はい、思い浮かんだ無茶ぶり言っていいですか。何やろ怖いな、もう今で無茶ぶりやん。またさらにかぶせていっていいですか。かぶせる。僕ね、はいはい、児童施設とか西成の子供食堂とか、うん、そういうところに寄付をさせてもらってるんですよ、はいはい、で、ユニセフとかね、寄付をさ、活動させていただいてるんですけども、はい、それは僕があの児童施設で育ったからで、うん、で、その児童施設でギターに出会ったから僕は今は何音楽を続けてるんですね。はい、なのでギターの寄付とかもしてるんですけど、それを今度児童施設行くんですけど、はい、僕がですか、はい、大阪の施設なんですけど。いやいやいや、ぜひぜひ。いいんですか。全然僕でよければ。やったよ。いえ、超えてるな。ありがたいですよ。僕はね、はい、もう出会った時から絶対にええ人やと思ってたんですよ。マジっすか。じゃあちょっと今日はね、無茶ぶりですけども、はい、ライブよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。コラボしましょう。ありがとうございます。やったー。イエーイ。ということで、はい、皆さんご視聴ありがとうございました、はい、今後もですねこういった路上ライブで起こる奇跡やったりとか、うん、念願のお店を出せたんで、ここでね、はい、起きる奇跡をお届けしますので、はい、僕が誰よりも行動して結果を出していきますので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。お願いします。アツシさんもね、本当にいろんな SNS やってあるんですけど、今回の今日の起こった奇跡の動画がもしかしたらアツシさんの方の動画でもアップされるかもしれないですね、はい、そうですね。あとは、はい、TikTok 全部 SNS よかったら、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。概要欄に貼っておきますので、ぜひね、はい、皆さん飛んでみてください。アツシさんでした。ありがとうございます。ほななー。ほな。音楽活動もされてますもんね。そうなんですよ。腹は泣いてるんですよ。なるほど。その点はシンくんとも共通点があるんで、まあ、めっちゃ多いと思うんですね。道をダッシュして、あいつはほんまにすごいなって通す自分なんてが口癖で、真似なんてできないって諦めて、それでええ真似なんてせんでもええ、それは自分の夢ちゃうやんけ。君が散々迷った道は誰かの道しるべになるんやで。おもろいこと探しに散歩にでも、ほら行こうけ。目的地なんか決めずに行こうや。未来で悩むなら今を生きや。つまずいたのは踏み出したから、たとえ迷っても思い出になるわ。自販機の明かりで話した僕らの日常は非日常になる。On the road, on 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 the road. ハンバーグ！姉さんこっち？姉ちゃんが取ってなかったからな。もう一回やらなあかんね。俺結構手痛いね、ここに叩くの。あ、これはなかなかファンキーな状況ですね。逆もちょっと、逆に人バーンおるかもしれん。おらんか。おらんか。ちょっと待って。おらんよな。どうするこれ、やばいぞ。